どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、今日発売の AirPods 3、こちらを今持ってる AirPods 2と AirPods Pro、 この2つと比較してね、どんな感じなのか、そして今 AirPods を買うならこの3つどれがいいのかっていうのをレビューしていきたいと思います。あとおまけでね、2000円ぐらいの Apple のねクロスも買ったので、こちらもね紹介したいと思います。やっていきましょう。開封していきます。で、今回からね、ビニールじゃなくて、こういうペリペリになってますね。よいしょ。オープン!おー。はい、デザインドバイアップルインカリフォルニア。まず、紙類に関しては、あ、リンゴシールはないのか。リンゴシールはなしで、説明書みたいなやつに、こちらが本体。はい。おー。あ、ちっちゃいな。ケーブルに関しては、タイプ C to ライトニングになってますね。確か今までって、あれよね、USB A to ライトニングだった気がするから、ここは進化ですね。まあ僕はね、いつも AirPods はね、ワイヤレスで充電してるんで、これは使わないです。そうしたら3つ並べていきましょう。左から AirPods 2、AirPods 3、AirPods Pro になります。こうやってみると、AirPods Pro よりもね、横幅は結構小さいね。小指1本分ぐらい小さい。で、縦幅に関しては、ちょっとだけ小さいかな。AirPods Pro のちょっとちっちゃい版みたいな。で、AirPods 2と比べると、どうだろうな。横にした時と同じくらいの。サイズだな。こんな感じ。開ける向きが変わったみたいな感じか。そしたらイヤホン出していきましょう。いきます。オープン。なんか全然違う今までと。すごいな。じゃあちょっと比較していきましょうか。はい、3つ並べてみました。 AirPods 2、3、Pro です。2と比べるとだいぶね、うどん部分っていうのが短くなってますね。 Pro と比べると、まあサイズはほとんど一緒だ。 Pro と比べてもうどん部分はちょっと短いな。で、そしてセンサー類に関しては、そう、今回ね、ここが変わって、今までは物の近くにあるかっていうセンサーがあって、耳の中に入れると再生、外すと一時停止っていうのをされてたんですけども、これね、歯だとこういったね、物の検出っていうのができなくて、ポケットの中に入れておくとポケットの中で再生されてたりすることあるんですけども、今回はですね、こちら肌センサーっていうのに変わって、しっかりね、耳についてないと再生一時停止っていうのがされないので、ポケットの中で鳴ってるっていう心配がなくなりました。それはね、かなりいいポイントだと思います。僕もね、たまにポケットの中入れる時あるので、そういう時はね、嬉しいですね。 AirPods Pro と比べるとこんな感じです。見た目はそんな変わんないか。このイヤーピースがなくなったぐらいって感じかな。で、ボタンとかはね、しっかりあります。じゃあ実際にね、ペアリングの方をしていきます。AirPods 開けば iPhone 上に AirPods 3出て接続。はい、これだけで接続 OK。どちらかの AirPods を1回押すと再生一時停止。2回押すと次の曲、3回で前の曲。そしたら僕ね、今まで AirPods を高音質にする設定みたいなの動画出してて、設定のアクセシビリティ、でオーディオビジュアル、このヘッドホン調整ね、1回オフの状態で比較してみます。じゃあ早速ね、こちらの AirPods 3を使って音楽聴いていきます。あ、フィット感いいな。なんかね、僕の場合ね、AirPods 2だと右耳はね、めっちゃフィットするんですけども、左耳がね、かなり外れやすかったんですけども、これはね、振っても取れづらいね。ああ、いい感じ。だから AirPods 2で耳に合わなかったなって人でも AirPods 3全然使えると思います。ということで音楽聴いていきます。おお、めっちゃいいじゃん。空間オーディオオフで一回比較します。めっちゃいいぞ。ちょっと AirPods 2に変えます。うん、なんかね、 AirPods 2と比べると低音がめっちゃ強くなってて、解像感もちょっと増してる気がするな。ちょっともう一回3。わ、低音やば。あ、でも解像感はそんな変わってないかも、 AirPods 2と。まあ AirPods 2もね、意外といい感じだった気がするから、まあそんなもんかな。じゃあそうしたら最後 AirPods Pro。 あのね、 AirPods Pro より AirPods 3の方が音質いいね。ちょっとこもってるんだよね、AirPods Pro って。で、低音も、ちょっと、なんて言うんだろう。モコモコしちゃってるっていうか、なんか、キレがない感じ。それが、ちょっとね、キレが増した感じ。てか、AirPods Pro より AirPods 3の方が低音強い。そしたら、この iPhone のアクセシビリティのオーディオビジュアル。このヘッドホン調整をオンにして、バランスの取れたトーン弱め。これでちょっと比較していきます。じゃあ、2から。今ね、2これつけたんですけども、このプロをね、下向きに置いてたから、これが反応しちゃってた。そう、それがね、AirPods 3だとなくなるのはいいね。いいね、いいね。いい感じ。ただちょっと低音が弱くて、シャリシャリ感はちょっとだけあるかもって感じ。次、AirPods 3いきます。これめっちゃバランス良くなりそうな気がする。うん、いいね。そしたらね、AirPods 2で対応してなかった空間オーディオやっていきます。この空間オーディオすごいんだよね。おー。
すごい、あの空間オーディオでやったらめっちゃ広がりがすごい。でこれね、ちょっと今イヤホン下向きに置いてみます。おお、ちゃんと反応しないから、これ嬉しいな。肌検出は次 AirPods Pro。 うん、そうだね、空間オーディオの音の広がりっていうのも AirPods Pro より AirPods 3 の方がちょっと広く感じる。これめっちゃいいわ。まあ、電車とかで使うんだったら Pro の方がいいけど、家とかなんか他の人の話聞きながら作業したいとか音楽聞きたいっていう場合はこっちの AirPods 3 の方が全然いいね。宅急便気づけるし、普通に今使った感じだとこの AirPods Pro より AirPods 3 の方がお気に入り。そしたらマイク音質ちょっと検証していきましょうか。じゃあまずは AirPods 2から。はい、これが AirPods 2のマイク音声になります。マイク音声いかがでしょうか。はい、これが AirPods 3のマイク音質になります。音声いかがでしょうか。はい、これが AirPods Pro の音声になります。マイク音質いかがでしょうか。じゃあちょっと聞いてみます。で今ね、やっぱプロつけた感じはね、やっぱカナル型だからちょっと耳が疲れちゃうんですけども、このね AirPods 3はカナル型じゃないんで本当に耳の上にちょっと置いてるみたいな感じ。全然疲れないね。これ長時間つけるんだったら断然こっち。じゃあマイク音質比較。おー、ちょっとねクリアになってる気がするね、プロと比較。あ、でもプロと3一緒かもな。3の方がちょっとだけ綺麗に聞こえる気がするって感じ。多分プロとそんなに大差はないかなと思います。で今回のね AirPods 3に関してはマグセーフ対応してて、今まではこれ AirPods 2ね、ワイヤレス充電自体は対応してるけどこうやってねパッドにはくっつかなかったんですけども、まあ、プロもそうですね。プロはなんか新しいケースが出たらしいです。で今回の AirPods 3に関しては、はい、早速落として傷だらけになりました。そう、 AirPods のねケースってすぐ傷つくんだよね。わかるかな、これこんな感じでねマグセーフ対応になってます。あ、結構強いね、磁力も。まあ、ただ充電速度は多分地位充電とかとそんな変わんないかなと思います。このマグセーフね対応っていうのは結構嬉しいかなと思います。まあ、結局はねこの下の地位充電のところで充電するけど、そしたら、遅延検証の方していきましょうか。まずはスピーカー、うん、そしたら次 AirPods Pro、はい、次 AirPods 3。そんな変わんないな、多分同じですね。はい、そしたらねポリッシングクロス開けていきましょう。これね地味に気になってる。さあオープンして、よいしょ。おお、こういう感じね。なんか紙があって布が1枚、これで2000円、高え。ただ質感はすごいしっかりしてる。わかるかな、結構ねいい感じの布って感じ。絶対傷つかなそう、これで拭いたら。なんかメガネ拭きの高級版みたいな、そういう感じかな。汚れてる画面拭いてみます。おー、いいね、質感いいけど高いっていう、そういう感じかな。まあでもこれからね MacBook とか届いたりするんでこれで拭いていこうかなと思います。この3つ実際にね音質とか比較してみたんですけども、じゃあね実際にどれを買った方がいいのかっていうのを紹介していきます。まずね今から買うんであればこの AirPods 2っていうのは完全除外ですね。これは選択肢に入らないかなと思います。で続いてこちらのね AirPods Pro と AirPods Pro と AirPods 3なんですけども、音質求めるんだったら正直ね AirPods 3の方がいいかなっていう感じはします。まあ、ただノイキャンとか外部音取り込み欲しいっていう人はこっちの AirPods Pro 一択なのかなと思います。価格差4000円ぐらいなので、まあコスパで言ったらやっぱりプロかなって感じ。まあ、ただ音質はねこっちの方が好きだし、あとね付け心地が全然違いますね。 AirPods Pro はやっぱり長時間つけてると疲れちゃうんですけども、 AirPods 3に関しては付け心地めっちゃいいんで全然疲れない。なので長時間静かな環境とかでつけてる方っていうのはこっちの AirPods 3の方がいいと思います。宅急便気づきたい人とかで、 AirPods Pro の方がいい人に関しては電車とかよく乗ったり、あとは歩きながらイヤホンしたりする人っていうのは外部音取り込み入れた方がかなり安全なので断然ね AirPods Pro の方がいいと思います。まあ僕がねこれ両方とも持ってない状態で、普段ね通勤とか通学とかしてるとしたらこっちの AirPods Pro を買うかなと思います。ただ僕みたいにずっと家にいて外のノイズとかない、そして長期間つけてるっていう場合だとこっちの AirPods 3の方がいいと思います。在宅仕事向け通勤向けっていうそういう感じかなと思います。まあほとんどの人はね AirPods Pro 買った方がまあいいかなと思います。
いかがでしたでしょうか。で、あさってね、10月の28日に関しては MacBook Pro M1 Max 搭載したね、超ハイスペックのモデル、届きますので、そちらもね、レビューの方を出していきたいと思います。ということで、Apple 製品に関してはほとんどね、購入してレビューとか出してますので、ぜひね、チャンネル登録お願いします。以上、バイ。